はい、どうも皆様こんにちは、サソリコウモリです。今回も引き続き富士町のその町をプレイしていきたいと思います。今回はチャプター3ですね。前々回は何したんだっけな、なんか人が狂い出してやばいけど、なんかミッションあるしいかななみたいな感じで、チャプター2に関しては同じくミッションやってるけど、なんか下水に逃げ込んだら、ジョズイ通ってったらサメ追って倒したやでみたいなところまでやったと思います。では早速進めていきます。じゃあ始めから、これこの前のジョーちゃんっぽいな。雨降ってるって前回のチャプターでも言ってたもんな。もう夜が明けるのか。この町で暮らし始めて10年か。両親はいなかったけど、まだ私は一人じゃなかった。こうなること分かっていたんだ。いいえ、だから私は今日まで生きてこれた。今更どう感じたってもうここには住めない。それは変わらない。一旦マンションへ戻ろう。この町にあるもの、もう何も未練はないけど、家族の写真くらいは持っていかなきゃ。全チャプターで見た、そのなんかジョーちゃんと勘違いしてるのって、この子の弟なんじゃないの ?HP 少な。念のためサイレンサーをつけておこう。死ぬとまた長いオープニングを見ないといけないからな。でー、早速か。本性のキャラクターは体力が特に少ないのが最大の欠点で、前章の J に比べると銃の一発の威力も劣ります。しかし、キャラクター中最大の装填層を誇るため、撃って撃ちまくるアグレッシブな操作が要求されます。また、腕時計に仕込んだワイヤーによって瞬時に場所を移動できるクロックが使えます。クロック使用時に詳しく説明。うわ、早っ！敵早っ！おい、あいつら。なるほど。アホやん。うわ、めっちゃいる。こう、こう、こう。そしてこう。アホめ。貴様らのロマに見切れるか。これ左行ける？行けますね。こっちじゃい。入ったくそー、やるやん。こっち行けそう。いや、なんかいろいろ行けるとこ多いな。あのくさび。なんですの？射撃モード中、マップ上にある U 字型のくさびを狙ってシフトを沿ってクロックが発動します。くさびのある場所のみですが、通常の移動では届かない高い足場移動できます。違う。間違えた。シャキーンってやった。ギュン。なるほどね。なんだか嫌な感じだ。あ、ミネラルウォーター。てで。ジャーナル1号を作る。読めん。サイエンスジャーナル2017ボリューム1、特集アポトーシスとは何か。アポトーシスはなんか自己消滅みたいな感じでなんかあった気する。すべての生命は自ら生き続け、仲間を増やすために自らの細胞を増やし維持する能力を持っている。この自己複製能力というのは生き物と生物と無生物において決定的な違いの一つであることは言うまでもない。しかし我々人間をはじめ自然界の多細胞生物は、傷や火傷といった外的ダメージがなくとも、時には自身の細胞を自ら殺してしまう必要があり、我々はみんなそういった機能を持っているのである。例えば女性の妊娠時、子宮の溶石は通常の数千倍に膨れ上がると言われるが、出産後それら期間は自然に通常の大きさへ戻っていく。これは内臓を構成する細胞の自律的な死によるものなのである。こういった多細胞生物の遺伝子に組み込まれている生命活動を維持していく上で絶対的に必要な細胞のプログラム的死という現象は一般的にアポトーシスと呼ばれている。ということですわ。ちょっと分けよう。今回は、うう何が起こったよ。嘘、これ閉じ込められ。
いた、どっから入ってきたお前。タケルでね。いた、クソ、結局だ。最悪。もう回復したい。お、セキュリティカード、この辺りの施設のカードかな、一応持っていこう。もうマジか。上登ったからなんやね。ああなるほどね、もう一個ある意味が分かったわ。こういうこと、あれこういうこと。くそ、うわ敵多いな。ちょっと触れたら死ぬんやから、もうちょっと優しくしてくれや。うん、ああ絶対進めんやつやん。そうか、さっきの地震で、あ、これって、そうか、さっきの地震で地盤が緩んで、キレと電線が水の中にこのまま入ったらきっとただじゃ済まないわ。きっとじゃなくてもただじゃ済まんと思うけど。電線は細すぎて多分銃では打ち切れないから、どこか大元を壊さなきゃ。あの電線の続いてる方向へっていうのはなんとかなるかもしれない。あの電流なんとかして止めないと。いや、キー邪魔だな、これ。嫌だ、来ないでくれ。どうした？出るのかも。え？なあ、あいつ、撃っていいのか？ほっとこう。お前、そんなとこにいても結局死ぬだけやぞ。こっちは行け。うわぁ！もう、しまった、鍵、水の中に。くそやろ。え、は、ん？ん？え？ちょっと何が起こったし、マジで。ああ、わかった、こっからが。これ、閉じ込められてますね、っていうところで。おいや。2回目やぞ、こっちは。あぶね、カス野郎。女子トイレよ、ここ。やめてくださらないかしら。あいつ目見えてへんし、アホや。よかった、アホで。怪我の子も見るってやつやな。いやー、しかし意味わからんな、さっきなんで死んだんやろ。もう一匹なんかあったんか。ちょっとせっかくいい感じで来たからセーブしよう。え、おめでとうやろ。3発でしょ。戻すか。めちゃくちゃ戻さん長いやん。ちょっとルート変えてみよう。とりあえず始末するか。よし。なんやろうな。たまにこいつら動きが完全に止まることが。無理か。今後ろすり抜けたぞ、大丈夫かあいつ。消えた。木々の陰に隠れてよく見えない。なんかいるかこれ。うわいるね。倒すか。ちょっと待って、距離開いてたって。もう
定なところで死にまくってんな。じゃなくて、そう。よし、止まった。アホめ。そのまま、止まってろ。クロックってそういう能力じゃないと思う。いたーちょっと待って、もう一回戻る。もうグダグダだ。こう。よし。時間を固着する方法を手に入れたぞ、俺は。そしてセーブ。もうさっきから何回もこれだ。よし、止まった。アホのもめ。そのまま固定してる。2回ぐらいやると、こいつら動き止まる。ゲームシステムの穴をついていく。ガブ。くそ、なんて当たらない。もういい、回避する。携帯めっちゃ鳴ってるし。自動販売機のようだ。自動販売機のようだ。なんもないやんけ。戦う価値がない。これ。いやー。結局か。で、こいつなんでか知らんけど、めっちゃ攻撃できるって。これもカーソルにもダメージ判定あったりするのか？ちょっと待った、あの、来ないでくれの人大丈夫かな。もうちょっと早く動けませんかね、嬢ちゃん。名前が知らんけど。いやだ、来ないでくれ。悲観的。お、いいじゃない。お。これ駆使してなんかするみたいなことありそうで嫌やな。あれ、カードキー持ってたでしょ。ああ、まさかの取る前パターンのやつでは。ちょっと待てよ。ああ、かもしれん。もう。セキュリティカードを取らずに来てしまったのか、俺は。なんてバカなことを。何が時を固着する能力を手に入れたんだ。クソ野郎。もう、あそこでセーブしてたから、てっきり物取ってたと思ったわ。勘違い。勘違いも肌肌しかったな。とりあえずこのイベントも見とくか。もう一回読んだから読みません。連打します。カードキー挿して、家の中っていうか施設に入ったら、一旦ここで終了になるかな。よいしょ。携帯はピコピコ鳴るし、マナーモードにしとくしといつもはすんねんけど、忘れてたな。こいつずっと嫌だ、来ないでくれ言うてるやん。お前の望み通り誰も来てへん。よかったな。よいしょ、ちょっとたんま、いてててて、体勢が厳しい。よいしょよいしょ、ちょっとよいしょ。じゃあ、とりあえずここでセーブしといて。セーブ。OK! これで、開きます。よし、じゃあ、今回はこの辺で終わらさせていただきます。で、ここまでのご視聴どうもありがとうございました。では、また次回。